福島県立医科大学は広島大学、長崎大学と連携し、放射線災害医科学研究拠点を設置。その成果を復興に役立てたいと福島県民公開大学で発信しています。6月に避難指示が一部解除される見込みの双葉町に、双葉暮らしの保健室が開設されました。双葉町の医療施設がまだ開設されていませんので、帰還された町民の皆さんの健康の保持増進を図ることと、あと地域のコミュニティの再生が必要だと考えました。暮らしの保健室6つの機能のうち、暮らしや健康に関する相談窓口としての役割を中心に、長崎大学と連携して住民同士が交流し、安心できる場所を提供していきます。開設して間もないこの日は、町に準備宿泊している方の家を訪ねました。役場の中に、保健室、町の保健室っていう形で場所を設けるので、健康相談とか、そうですね、病院関係がないので、何かあった時にどうしようかなって一瞬思っちゃいますもんね、佐藤さんは20年以上の看護教員の後、去年4月から福島医大大学院に所属。自身も青森県で津波を経験し、災害看護に力を入れてきました。これまで論文も数多く発表しています。私が専門とする災害看護は、災害が起きた時に被災した方々の命を救うと同時に、災害に遭われた方々の生活においての健康を守って、災害関連死などを予防できるような活動ができればと思っています。佐藤さんは災害看護の考えのもと、町民の不安を少しでも取り除き、心と体の健康を保てるように、お帰りなさいを支える支援をしていきたいと言います。一番心配されているのが病院、やっぱり病気になって苦しい時に見てもらうところがないっていうことをおっしゃってる方もいましたので、何かあったら力になれるような、そういうような存在になれたらいいかなというふうには思っています。